気持ちはサタンに奪われてた何気ない一秒から、yeah、 会えないウィズンズ集めてフィルブルー止めどなくキャストマイハートどうもいらっしゃいませ。これみんなで。ありがとうございます。こっちはリップなの、使ってみて。いつもすみません。来てますよ、例の迷惑ジャバザハットそっくりの。え、あのちょっとすいません、スノボは3周年なのに単独ライブまだだよね。うん、それの遅くない？そしたら連絡しよう。くそ、どけ。いい加減そこどけや。おお、汗かきすぎだあんた。あれがジョバ。え、遭遇したの初めてですか？閉店まで動かないんですよ、何も買わずに。ちなみにジャバも桜井さんと同じホワラーですよ。嘘。あ、でも抹消しです。もしかぶりしてなくてよかった。未来君の新しい写真1枚ずつ全部買うわ。あれじゃ番号確認できないし。だから見えないっつーの。お客様、大丈夫ですか？お客様、ゆっくり。はい。私のハッチをよくも。てめえ。何座ってんだよ。まあ、ゆっくり。 Oh my god。 Hi Julie, how are you doing? 出てます？大丈夫ですか？ Your presentation was so wonderful, isn't it?The president of the company loves your presentation and he would like to leave the seminar next month to you. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. この瞬間、このストアですれ違っただけのドロータ5人がまさか絡み合うことになり、お互いの人生を変えてしまうとは。神様のなさることは不思議だ。スノーホワイツの中で最も完璧な存在、神田未来。
通称ミラキュン。私とミラキュンの出会いは3年前に遡る。いつまでたっても子供ができないなんて。ミサエさん、あなたが拒んでるんじゃないの？もう32歳でしょ。一度見てもらったら、あなたの体。私この KGB64 の衣装のレプリカ着て周一郎さんと営んでます。キイ川越橋64、高校生中心のアイドルグループです。周一郎さんそのファンなんですよ。そもそもテレビマンの文化なのか、女遊びは昔からでめったに帰ってこないんです。そこを回覧日に合わせてなんとか。ある時周一郎さんにこれを着てくれと土下座されて、着てみたら意外と似合うなと自分でも思って、そしたらなんだか自分も興奮して。それぐらい頑張ってます。私も子供が欲しいんです、どうしても。お母様大丈夫ですか？やっぱり一度病院で見てもらった方がいいと思いますよ。あのクソババ。診察の予約をお願いします。私の卵子を調べてほしいんです。つまり子供ができない原因は私にはなくて俺のせいなのか。そこは一度きちんと調べてみないとって先生が。その日からただでさえ家に帰らないテレビマンの夫がますます帰ってこなくなった。一番になりたくても私はいつも三番目。見た目、成績、住んでるマンションも上から3番目。3番目の女はどんなに頑張っても1番目ほど愛されない。まして子供を持つこともできない。私の人生にこの先どんな意味が。いっそとことんブスになってやる。昔はそれでも自分を愛せたのに、今は自分さえ愛せない。愛すべき対象がこの時見つかった。その頃私の他にもドメスティックなトラブルを抱えているホワラーが遠い千葉の地にいた。